タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。武田塾教授の中森です。お茶水本高校社長清水です。この動画をご覧の皆様はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。中森先生、はい、やっぱり英語長文の参考書の王道といえばやっておきたいシリーズじゃないですか。これはみんなめっちゃ使ってますね。ただ武田塾の現場にいて本当にやっておきたいのか、本当にやっておきたい英語長文は他にあるんじゃないかみたいな、はい、やっておきたいの立ち位置、はい、武田塾的にどのタイミングで使ってほしいかって話をまずした方がいいですかね。はい、もともと武田塾のルートに入ってましたよね。入ってました。でも今は追加問題集に入ってますよね。追加問題集です、うん、追加なんですよね。そう、あの時間に余裕がある人が演習量を確保するためにやっておきたい英語長文なんですよ。それが正式名称だったんですね、はい、正式名称こういう人にはこれ使った方がいいみたいなのがあって、はい、直前期向けではないかなって感じしますよね。そうですね、まあ、直前期使うとしたらもう結構過去問とか長文参考書とかもうやりきっちゃって、うん、演習量確保するものがないってなった時はやっぱり、うん、まあ、問題自体は結構いいものが選定されてるので結構いいんですよね、はい、直前期に足すとコスパが良い長文シリーズランキングとか、はい、言っていきましょうか、はい、何が一番優先的にやっておきたいんですかね。ソリューションだと思いますね。おー、藤井先生が今年出版されたソリューションシリーズ、うん、あれは短いのと、うん、音読特化なんでかなり、はい、長くない長文かつすぐ終わるっていうのが、うん、すごい重要で、一番早く終わるだろうなと、どのレベルでやってもっていう、うん、そうですね、うん、1日2分とかでやっちゃえば1週間で終わっちゃいますよね、うん、そう、はい、で身につけなきゃいけないものがシンプルだと、読める長文を増やすっていう、うん、はいはいはい、発想なんで、まあやっぱあれはすごい使いやすいかな。ファイナル時事英語とかですか、うんうん、あれもやっぱいいですね、直前期のやるには、はい、ただあれをやるためにはやっぱハイパートレーニングとかポラリスとかやってからの方がいいかな、うん、ああなるほど。じゃあ武田塾のルートの、まあ、イメージ、ポラリス3くらいまではやりました、あと1冊ってなった時に時間もそんなないっていうタイミングですか。ソリューションは本気で長文が読めないとか、はい、そのレベルだと1冊目にやっておきたい本って感じなんですよね、うんうん、入門書なんですよあれって。でなるほど、ファイナル時事英語は卒業なんですよ、どっちかっていうと入学じゃなくて卒業、はい、あれ最後の一冊なんですよ、仕上げなんですね。そう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 、はい、だから最後の仕上げとしてやっておきたい長文だったら時事英語が出てくるんだけど、はい、長文一冊だけでもなんか過去問入る前にやっておきたいなだったらソリューションが一番いいかなっていう感じですかね。ちょっと目的に応じて、まあ、基本この2択になるのがベース、はい、ハイパーはまず解説がすごい、構文が詳しい本じゃないですか、はい、解釈学んだ人がその解釈が本当にできるかを確認するためにやっておきたい本って感じですよね、うん、はい、うん、ポラリスはそのハイパーほど解釈はがっつりじゃないけど、はい、まあ、設問の解説とか詳しいこと、うん、最新テーマ扱ってますよね、あれは結構。そうですね、うん、なのでコスパいい本だとは思います。順番的には、はい、まあ、過去問は一番やらなきゃいけないんだけど、過去問到達する前の長文として手前でやっておきたいのが、はい、まあ、ソリューションやるじゃん、ソリューションが一番先にやっておきたい。でこれで過去問入れないならも過去問入っちゃえばいいし、うん、その次にやりたいのが、まあ、ハイパーかポラリスなわけです、はい、で時間なかったらねポラリスじゃねえかなとは正直思います。両方やっておきたいんだけどね、1日2分とか3分やれば1週間で全然1冊終わっちゃうから、はい、うん、まあ、ポラリスやってでファイナル時事英語やって、まあ、過去問かな、うん、受験生の皆さんは、あなたの今の状況にとってのやっておきたい英語長文は何なのか。そうなんです、ね、これを気をつけて直前期足す場合は選んでほしいですね。ランキングって話はしたけど、というよりはケースバイケースなんですよね、はい、うん、目的なんですよね。そう、はい、でやっておきたい英語長文は確かに文章はいいんだけど演習量多いから、うん、直前期に一気に読んではないとは思うんですよ、うん、どれがいい悪いっていうよりは今の自分に最適なのはどれかで判断して、うん、まあ、使ってもらうといいんじゃないかなっていうふうに思いますかね。ということで、直前期の受験生は、まあ、そのような形で参考にしていただいた。1年生とかはねガンガン演習量そのレベルで積みたいとかあれば、うん、やっておきたいをやるのも全然ありかなとは思いますので、はい、参考にしてみてください、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますのでぜひ皆さんご覧ください。